皆さんこんにちは、佐々木うるかです。本日はですね、シューズのねレビューをしたいと思います。レスリングシューズなんですけど、僕がその15歳の時にレスリング部に入ってですね、そこからレスリングシューズ使うようになったんですけども、初めに使ったのは高校の3年間なんですけども、シューズがあるとないとじゃあだいぶ違ってて、その靴の、裏ですね、ソールの裏側にしっかりゴムがあってグリップがすごく、効くようになってて、踏み込みだったりとか足の力がグッっていう噛む力がだいぶ強くなります。はい、レスラーとかね、やっぱりああいうすごい俊敏な動きできるのもそのシューズが一つの要因じゃないかなというふうに思います。で、ライジンの舞台なんですけども、ライジンさんは今シューズ OK だということで、ただそのシューズを履くことによって顔面のサッカーボールキックなしだったりとかちょっと制限をされるんですけども、シューズ履くことは OK だということで、で最近履いてる選手がねすごくたくさんよく見るんですけども、僕も、2018年の、大晦日の大会マネルケープ戦の時は、履いてやっていました。で、僕から見てそのシューズ履くことのメリットとしては、さっき言ったようなやっぱグリップがすごく効くこと、足がよく噛むことがすごく大事で、あとはやっぱりタックルに入る初動がものすごくやっぱり速くなるので、そこはすごくメリットだと思います。そして打撃をやる選手に関して言えば、パンチ打つ時のその足のしっかり噛むグリップ強いから、強いパンチをしっかり打てるっていうのがすごくメリットだと思います。で、僕の感じ方としてデメリットはやっぱりその足関節を取られたりする、足がねなかなか抜けなくて足関節取られたりするっていうことと、あとはちょっと僕は寝技力がちょっと落ちます。なんていうんですかね、なんかもっと滑らせたいところとかあるんですけど、そういうところが逆に引っかかっちゃったりだとか、なんか思ってるような動きがなかなか難しくなるという点ではね、寝技力がね落ちます、僕は。はい、僕だけかもしれないそれは。で、シューズ入っていいっていうのはもう知ってたんで、その昨年末の大会前から練習の時からレスリングシューズを履いて練習するようにしてました。はい、高校時代からやっぱりアシックスよく履いてたんですよ。ナイキとか履いてる時期もあったんですけども、結局やっぱアシックスに落ち着いて、でレスリング時代、本当先輩方もそうだし、みんな強い人みんな履いてたのが、まあ画像を入れてほしいんですけど、ここに、アシックスの、あれ型番が消えちゃった、型番が消えちゃったよ、アシックスの EX-EO ってやつですね。これオーダーシューズでもできて、そのオーダーじゃなくてもそのままの色のやつも置いてあるんですけども、これね、なんとね、オーダーができるんですよ。そう、シューズのそのボディの色もそうだし、アシックスのラインあるじゃないですか、ラインの色も変えれて、なおかつ刺繍も入れれると。で、作成にちょっと時間かかっちゃうんですけども、この EXEO が一番使いやすかったです。高校時代靴底が全てソールがゴムになってて、なおかつそのゴムがレスリングマットにすげえ、なんていうんですかね、フィットするんですよ。めちゃくちゃほんとキュッと止まる、全然滑らなくてキュッて止まる、なおかつ軽い、めちゃくちゃ軽いっていうことで、 EXEO はめちゃくちゃね使ってる人多かったです。強い先輩方も全員これ履いてて、みんなオーダーで注文してって感じでしたね。もうほんと強い人はそれに、練習でもレスリングパンツ履いてやると、あ、強い人だってなってました高校時代なんかランクがあって、スパッツで上手くなってくるとロングスパッツになって、でロングスパッツからレベルがまた上がるとスリーパーになるっていう、練習中ねっていうのがありました。はい、だから EXEO ね、これからレスリングやる人とか、なんかレスリングシューズをこれから買いたいって人は使ってみると絶対いいです。で、多分一番通る道だと思います。で、多分これが一番使いやすいなって落ち着く道でもあると思います。はい、で、ケープ戦なんですけども、俺これ EXEO 使わなかったんですよ。これなぜかっていうと、なんていうんですかね、グリップがちょっと強すぎて、噛みすぎるのがすごく嫌で、さっき言った僕がその寝技をちょっとしにくくなる一つの要因でもあったんで、ちょっと噛みすぎるのが嫌だなと、選んだのが、ボロボロだ、これ試合で使ったやつだからこれです。ちょっと待ってね、バッて見せる、ダンゲーブルアルティメット4ってやつですね。はいこのダンゲーブルアルティメットって多分シリーズになってて、それの4番目ですね、4です。で、一番
そのやっぱり選んだ部分としてはこの底のソール、これごめんね汚くて、底のソールなんですけども全部がゴムになってないんですね。で真ん中だけちょっとこう空いてる、こことここだけついてるような形で、なんかですねちょっと EXEO とちょっとゴムが違くて、これ触んないとちょっとわからないんですけど、向こうよりもグリップが結構弱いんですよ。ちょっと滑るというか、もうほんとキュッて感じなんで、でもちょっとこっちは滑る感じなんで、それに関して言ったら僕はねこっちの方が使いやすい、グラップリングが込みで考えたらこっちの方が使いやすいです。もちろんレスリングやるだけだったら向こうの方がいいですけど、あのグラップリングがありで考えたらねこっちの方がすごく良かったです。であとはね色が良かった黒黄色で探してたらもうドンピシャでこれが来ました。はい、でもやっぱりそのアシックスさんすごくあのレスリングシューズに関してはやっぱ使いやすいので、アシックスの中で選んで黒黄色で、なおかつその奥の、ね、グリップのところですねを選びました。うん、これねめちゃくちゃねあの履いてみて違いがだいぶ分かるんですけど、 EXEO と全然違うんですけども、ちょっと重い、やっぱりあの EXEO に比べたらちょっと重い、ちょっと重いしちょっと滑るんですけど、これを履いてそのグラップリングをやってみれば多分分かると思います。すごくあのやりやすい、結構あの滑ってこう止まってほしくない時とかでも結構スーっていけたりとかな、でもその自分が行きたい時とかはしっかり噛んでくれるんで、これはねおすすめです。そのコンバットレスリングだとかそのグラップリングありの試合だったらこのシューズはすごくおすすめです。俺これ結構使っていこうかなと思います。でライジンさんでまたねシューズ履いて試合しようかなって思う時はまたこれを多分使うと思います。はい、レスリングシューズってほとんどやっぱ履いちゃダメなところが多いじゃないですか。 USC さんだったりやっぱベラトールさんだったりとか履いちゃダメなとこが多いんですけど、なんかレスリングシューズを履いてもいいよって一個なんかそういうのがあるとちょっとやっぱり戦略とかも変わってくるし、結構大きな要因じゃないですかシューズって。そうだからね、なんかそれも込みで考えると結構面白かったりします。あ今回あいつ履いてくるのかなとか、あの選手今回使わないのかなみたいな感じで考えるのも結構面白いんじゃないかなと思います。で練習の時もし機会があったらみんなもレスリングシューズ履いてみてください。すごい全然自分のパフォーマンス変わってくるので楽しいと思います。はい、ではそんな感じでシューズのレビューでした。今回もご視聴ありがとうございました。なんかこの商品格闘技のまあ例えばバンテージだとかグローブだとかなんかレビューしてほしいみたいな声がありましたらコメント欄の方にコメントいただければ何でもレビューしますんでぜひコメントください。はい、いつも皆さんご視聴ありがとうございます。チャオ